ただいま、轟の号にやってきております。私も初めてこちらへ入らせていただきました。この小さな洞窟に1000人の人が入っていた。ここが沖縄県庁最後の地として、記されておりまして、この地で島田明知事は沖縄県庁の活動停止を宣言し、幹部に解散を命じたというふうに、学ばせていただいたところでございます。今日はこのたくさんの人も亡くなった轟の号で、手を合わせてから万富士の丘の方へ移動したいと思います。先ほどは轟の号へ、参拝をさせていただきましたが、ただいまは姫百合の塔へ場所を移しまして、今お参りをさせていただいたところでございます。ここに来る途中にはですね、米軍のバックナー中将が戦死をされたところ、バックナー中将の日というところがあるところ前を通過しておりました。戦争において亡くなった、一番戦死した最上位の階級の陸軍の兵隊さんとしてバックナー中将の名前は有名ですが、このバックナー中将の戦死を受けて米軍はそこからですね、僕もではすべて撃ち殺せという形で、凶暴化して一層この戦争の被害が広がったというふうに説明も聞かされたところでございます。私たちがこの姫百合の塔、轟の号とこういうところを巡って、これからどう生きていくべきなのか、今日はこれから万富士の丘平和記念公園で開かれます追悼式典を通して考えてみたいと思います。また、平和記念公園から、動画をお届けしたいと思います。皆さんこんにちは。兵庫県議会議員永瀬武史でございます。今私は沖縄県糸満市にあります沖縄平和記念公園に来ております。本日は兵庫県出身で大東亜戦争で懺悔されました護衛令を慰める野地菊の塔慰霊祭に出席をし、これからは沖縄県感染知事、最後の感染知事である島田明知事を顕彰する島守の塔顕彰慰霊祭の方にもこれから出席をするところでございます。今日は轟号、そして姫百合の塔と回らせていただきまして、沖縄そして大東亜戦争のことを考えながら、私たちがこれからどのように生きていかなければならないのかということを考えさせていただいております。島田明知事のことで一つ申し添えたいなと思うのは、皆様もご存知だと思います、太田稔海軍中将が最後に送った電報、沖縄県民各戦えり、この電報は島田明知事と連絡が取れず、本来であれば沖縄知事である島田明氏が電報を打つところであるけれども、特に依頼を受けたわけではないが、太田稔中将がこれより最後の電報を打つという実は前文がございます。この海軍中将、太田稔中将と島田明さんは、知事は大変親しい間柄だったと言われております。また白草リッジという昨年公開されましたアメリカの映画で大変な激戦として描かれるあの場所、あの場所で戦っていたのも兵庫県の舞台だったと言われております。私たちはここで心に銘じなければならないのは、護衛令に対して同情やあるいは反省の言葉を述べるのではなく、今心からの感謝を申し上げなければならない。私たちはこの日本という国が誕生して以来、
もしかしたら最も幸せな時代に生を受けている可能性があります。本当にこれほど物があふれ豊かで幸せな時代を一生を通して送れるというのは日本の有史以来初めてのことかもしれない。しかしそれもこの地獄のような沖縄戦をはじめとする大東亜戦争を戦った、そして私たちを守ってくださった護衛令がいらっしゃったからこそ、そして私たちは政治に携わる者としてこの感謝の念を忘れないであることとともに、二度とこの敗戦を迎えるような国策の失敗は絶対に許されない。大きなこの国策の失敗の責任というものは首長や政治家が取れるものではありません。すべてその国民が、庶民が、将来に私、子子孫孫がさまざまな苦難という形でその責任を、代償を払うしかないんだということを今ここに来て強く肝に銘じたところでございます。兵庫県議会議員とならせていただいて初めて参加した県主催のこの慰霊行事、これからも毎年参加をさせていただきたいと思います。本日の動画はこの沖縄平和記念公園からお送りをさせていただきました。高評価とチャンネル登録のほどもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。